はいどうもこんにちは、ダイリーです。今日はですね、前回の胴突き仕掛けでやった釣りの第2弾なんですけど、前回ね、ベラしか釣れなかったんですよ。なんで場所とか変えたらまたちょっと違うと思うんで、場所とか変えて何が釣れるのかちょっといろいろ見ていきたいなと思っております。じゃあ行きましょう。はい、じゃあね、仕掛けを前回と一緒ですね。これどう突きって読むんかな、なんかわかんないですけど、もうどう突きにします。もうわかんないんで、どう突き仕掛けで前回と一緒で、下に重りをつけて釣ると、ここにね、いろんな魚書いてあるんですよ。グレとかメバル、カワハギ、カサゴとかだけど、前回のベラの絵なんか1個も書いてないんですよ、これ。だから場所によって多分釣れる魚が全然変わると思うんですよね。で今日のところなんですけど、一応多分下砂地で、でここ、まあ、見てもらったのかですけど、めっちゃ浅そうなんですよね。浅そうなんでちょっと不安なんですけど、とりあえずやってみたいと思います。そうで、前回投げたらめちゃくちゃ引っかかって切れまくったんですけど、本当は投げない仕掛けみたいなんですよ。足元このゾイとかをずっと探っていく釣りっぽいんですけど、前回堤防ゾイやったら全く当たりなかったんですよ。なんで今回もとりあえず、まあゾイはやってみますけど、釣れなかったらすぐちょっと投げてみようかなと思ってます。はい、じゃあ針がこんな感じでつきましたんで、2本針ですね。じゃこれに餌をつけていきます。餌は前回と一緒、おいつもつけていきます。しもたしもた、箸忘れたな。やばい、なんかいつものよりヌルヌルする。店員さんが入れとる砂が少ないけ、これヌルヌルする。あの前回そうだったんですけど、餌が長いんで当たりがあってからどこで合わせていいかがめっちゃ難しかったんですよ、前回。その辺がね、どううまく攻略できるかが鍵になると思うんですけど、行きました。このね、汁がつくんで、これはもうこの地面にこうくっつけてます。こうね、はい、じゃあ行きますか。浅すぎっすよ。今来たの？今来られた。はい、何釣りですか？多分アウトだと思うけど、ええ天気だけ、ヒョロヒョロ出てきてみたら。何が釣れるんですか？いや、俺は味狙いで来たけど、わからん。いや、適当になんか青い砂つけて、ああ、そうですか。はい、なんか釣れんかな。うん、やばい、全く餌取られんすよ。やばい、あー、フグゲット。そしてオートリリース、オートリリースです。ありがとうございました。フグゲット。あ、ね、ちょっと見てもらっていいですか。ここに、ここになんか岩が沈んでるんですよ。で、そこの奥がちょっとその壁沿いになってるんで、その壁の奥にちょっとやったら釣れるかなと思って、さっきやったら一発で来ました。なんかやっぱああいうところを狙わないといけないんですよ、適当に投げていっても。ちょっと分かりました、壁沿いちょっと探っていきます。
またまですよ。発想してますか。はい、場所移動してきました。ちょっとこの辺探っていきます。足元猿がなんか食べとるっぽいけどちっちゃいっぽいな。すごいちっちゃい魚がちょっとずつ食べてるかもしれない、うん、忍者がいますな。忍者がすっごい、多分ちっちゃい魚がちょっとずつ食べたんだろうな。わかりますか、あれ、あの旗すごくないですか。どうなんすよ、風がないように見えるかもしれませんが、風がね、あんくらい吹いてるんですよ。だからね、あの当たりがわからないんですよね。海がこれ風で、場所が良くなかったんで、また場所を改めてまた次回リベンジしたいと思いますので、今回はこれで終わりたいと思います。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。